まずこのモチーフというかテーマをやるきっかけみたいなのは、もうずっと昔からテーマは一貫してました。古いものとか、あと大敗したもの、そういうものをテーマとしてたんですけども、やっぱり今みたいにちょっと抽象的になってきたっていうのが、やっぱ4年前、5年前ぐらい、コロナが始まってぐらいの時になりました。それもやっぱり外に出るっていうことがなかなかできなかったので、地元の方で何かテーマないかなっていうのを探した時に、地元が兵庫の尼崎なので、その尼崎の町にはやっぱ工場がいっぱいあるので、そういうとこをいろいろ取材してました。で、そうやって書いていくと、建物自体の良さっていうよりも、壁のシミであったり傷であったり、そういう痕跡みたいなものにすごい魅力を感じたので、こういうテーマでここ最近は書かせてもらってます。僕は日展という場所に絵を展示というか出品してて、で書いた時やっぱりぶち当たる壁というか、そういうのがずっとあったんですね。で、こういうふうにしたいけどどうしたらいいだろうかなっていうのをずっと模索してた時に、写生スケッチの段階で物ばかりを追ってたんですね。なのでやっぱり絵がうまくいかない。で、そうした時にちょっと写生の仕方を考えようっていうふうになっていったんですね。で、そうしていくと、そこから皆さん下図っていうものを作って本画に写るわけなんですけども、その下図をもうその写生の段階でやってみたんです。その時にやっぱ外で描くってなると時間もかかるし、やっぱり絵の具とかその持っていくのも大変だなっていうので、いろいろ家で紙をパッチワークしてみたりとか、あとある程度絵の具つけた状態の紙をいっぱい持っていて、その場で写生する。そうすると時間の短縮にもなりますし、よりいろんなものを見れるというか。で、そうやってやっていくことで、描くっていうよりも物を作るみたいなイメージになったんですね。なので、それが作品の中で僕は構成と蓄積っていうテーマをもとっていうふうに意識を変えました。ってなってくると、物自体がもういらなくなってくるというか、そこじゃないところ、もっと深いところに行くことになるんですね。で、そうしていくとだんだんやっぱ自然と抽象的になっていったというか。で、そのタイミングがちょうどやっぱコロナのあの時期やったっていうのがすごい大きかったです。まず、家でアクリル絵の具であったりとか、箔を使ってみたり、逆に言ったら箔を貼った紙とか、そういういろんなものを画用紙に貼り合わせたもの、それをたくさん持っていきます。で、そこでもう鉛筆とかも逆に使わずに、ペンとかマジックで最低限のものだけを持っていって、もうひたすら画面のシミを覆うというか、全体の雰囲気をとっていくという、そういう作業をしています。で、そこから生まれてきたものをいっぱい持ってきて、で、いざ作品にしようっていう形になってくるので、ここのこういう場所を描きましたっていうのは基本的にもう今僕にはないです。全体的なを通して、ここら辺ぐらいの時にスケッチとか写生したものを組み合わせて一つの作品にしてる。なので、ある意味で言ったら具象的でもあるし抽象でもある、その間を行き来しながら作品は制作しているのかなというふうには自分では認識してますね。僕の絵を、大体の人は抽象的に捉えられると思いますし、僕もそこを意識して描いてはいるんですけども、理想としては何描いてるか分かれへんなでいいと思うんです。ただ題名見た時とかで、そこですごいパッと理解してもらえたら一番嬉しいかなっていう感じです。やっぱり抽象的になってると結構やっぱ分かれへんわっていう言葉も結構聞くんですね。で、やっぱり芸術は分かりやすい方がいいかなとか、綺麗であったりかっこいいとか力があるとか、そういうすごいシンプルな答えがやっぱり求められるのかなと僕は思ってるので、理想としては何書いてわからんけど、なんかかっこいいなとか、なんか綺麗なとか、ここの雰囲気好きやな、でも何書いてんやろ、で題名見て、あ、壁かとか、あ、これかって、そういうふうにちょっと題名見ることで抽象的やったものが一気に具象に変わる、分かりやすくなってくる、そういうのはやっぱ目指してるので、そういうふうに見てもらえて嬉しいかなとは思っております。